関越式で対立を組んで更新する陸上自衛隊の普通科部隊自衛隊記念日の関越式における防衛医科大学校生徒隊関越式に参加する陸上自衛隊の74式戦車関越式は自衛隊などにおいて実施される式典及び総合訓練諸外国の官兵式に相当する駐屯地基地の創立記念や方面隊師団連隊など 各部隊の総体記念に行われる記念式典である。主に国民や地域住民などに対して自衛隊の活動に理解を得るためや、周辺国に対する牽制の意味で行われる。関越館関越式の関越館は原則として主催する部隊などの長となるが、中央関越式などのみは内閣総理大臣が関越館となる。また、主催が各部隊であっても、 師団、旅団などにおいて、重要な地域の部隊編成完結式を兼ねている場合は、防衛大臣などの高官が関越官となり部隊、などの長は、関越式執行者もしくは部隊指揮官として、本式典を執行、指揮する。関越部隊指揮官原則として、関越官が主催部隊の長の場合は、当該主催部隊の副長が関越部隊の指揮官となり、 本式典における関越部隊を指揮するが一部例外があり関越間と同一階級にある部隊の長が複数所在する場合は序列上において下級者が関越部隊指揮官を務める場合もあるほかに中隊規模が複数所在する小規模中屯地の場合は中屯地業務隊長が部隊指揮官になる例もあり一概に決まっているわけではない以下は主な関越指揮 ありがとうございます。